努力とか古くせえんだよ。これからはスマートに勝たねえと。やってる。全世界累計出荷本数200万本を突破したナルティメットストーム4の内容はそのままに、新時代の忍びたちの物語が追加された究極にして最後のストームがついに登場。俺はほかげになんかならねえよ。一番地形どこにあるもん見られねえほかげなんてダッセーんだよ。クソ親父、俺たちが時代遅れなのかもな。忍びの本質は変わらない。お前のガキだとしてもそうだ。どうだかね。中忍選抜試験第3次試験を始めます。父ちゃん、俺の強さにびっくりしただろ。次もバッチリ勝ってみせるってばさ。もはやこの大地に用はない。狙いはかぐやが取り損ねた畜生、狐狩りだ。神の力か。そんじゃあいつに教えてやらねえとな。その神の力より強え忍びの力ってやつをよ。様々なバトルスタイルで戦う忍びたち、渦巻きボルト、ウチハサラダ、ミツキ、渦巻きナルト、ウチハサスケ、一丁やるか。仲間との華麗なる合体奥義を決めろ。忍びの世界をとことん遊び尽くせ。新時代を迎えた木ノ葉隠れの里を舞台に、渦巻きボルトの新たな伝説が描かれるボルト伝。ナルトとサスケのラストバトルまでの物語を体験できるストーリーモード。第4次忍界大戦後の平和な世界が楽しめるアドベンチャーモード、そして期間限定イベントなど超充実のオンラインモード。気がしねえ。師と弟子の絆、父と子それぞれの忍道、吹き抜ける新たな風。プレイステーション4用ソフト、ナルト疾風伝ナルティメットストーム4ロードトゥーボルト、2017年2月2日発売。ナルティメットストーム4の内容すべてに加え、ナルティメットストーム4の DLC 全3種とDLC ロードトゥーボルトパックが収録されたパッケージ通常版とダウンロード通常版、そしてナルティメットストーム4をお持ちの方向けの新要素のみが収録された DLC ロードトゥーボルトパックが発売。詳しくは公式サイトをチェックしよう。初回封入特典はスペシャルサウンドトラックがダウンロードできるプロダクトコード。パッケージ通常版初回限定特典はリバーシブルジャケット。